はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から超絶久しぶりにパズドラの動画撮っていこうかなと思います。何年ぶりなの？2年ぶりぐらいなんかな。まあそれは置いといて、まあなぜパズドラの動画撮ってるかっていうとね、まあフェイト、ステイナイト、ヘブンズフィールガチャのコラボが来てたんで、まあガチャってこうかなっていう感じです。はい。でまあいろいろまだ石貯めれるっちゃ貯めれるんですが、まあここまで集めてもうこれ以上集めるのめんどくさかったんで引いていきます。はい。で今回ね、なんかガチャのやつ石6個だからね、すげえ気になる。あとはそうだ、ラインナップ先に見ておこう。星6の方で、シロリン、セイバー、ギルガメッシュがいて、星5の方でアーチャー、シンジ、ランサー、イリア、バサカ、ライラ、キャスターがいるっていう感じですね。まあちょっとね、自分闇めちゃくちゃ使ってたんで、セイバーが欲しいな。セイバーは確か究極進化するとオルタ化するはずなんで、まあセイバー狙ってやっていきましょう。こんだけ集めても13回か。虹が来たらいいんだったっけな、確か。なんか可愛らしいな、このガチャドラ。一応青なんだね。確か金か虹のどっちかだよね。確か星5だから金は確定だけど。あー、メドゥーサいいね。確か他星5に関しては一応あれだね、その闇が多いからまあまあ嬉しいかな。あとでプラス振っとくって感じかな。いやー、本当にさ、そのヘブンズフィールコラボが来るっていうので、まあ、超テンションが上がって、まあガチャのやつ貯めてたんだけど、あー、オッケーいいね。今のところ、あ、というかお気に入りしてない、というか、あ、めんどくさかったから拡張してきました。はい。で、2回目ですね。今のところまあ虹が来てない。うわー、なんか虹っていうワードってすごいいいよね。うわー、なんかプルプル鳴ってる。では、ちょっと待ってよ。ああ、メディアさんありがとう。これ俺出た方が、ああ、どうしよう。はい、何度もカットしてすいません。今のところ3回引いたね。あーと10回、虹ね、虹を2回ぐらい見たい気持ち。どれぐらいの確率かは知らないけど、虹が見れたらちょっとテンションが上がるんだけどね。あー、闇属性というか、あれだね、メドゥーサとかそこら辺に関しては基本、というかメドゥーサって締めてるけどいいか、まあいいや。多分俺の動画見てる人はパズドラやってる人よりも FGO やってる人の方が多分多いからね。別に大丈夫でしょう。まあとりあえず、金か。おおお、ランサー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 、ありがてえ。一応あと出てないのが誰なんだ。あと出てないのが多分アーチャーとかシンジか、そこら辺だから、まあ金が来てもいいけど、できたらもうそろね。金が多いな。なんでこんなライダー来るんや。さすがにライダー2体でいいな。2体でいいや。まあ正直に全部残しておくっていうのもありっちゃありだけど、来ないかな。来ね。あれこんなにパズドラって来なかったっけ。あれ、なんかもうちょっとまだ出るか。いや、そうだ、1万円違う、5000円か1万円分ぐらい課金して出なかった時あったな。神羅万象でなんか虹が、そうだ、これがあるんだパズドラ。なんかあれだよね、昔は金だから金が出た時ちょっとテンション上がってたけど、虹になっちゃったから虹じゃないとテンションが上がらないっていう論があるよね。というかシンジとかが来た。言ったら来た。シンジは水だもんね。水はあんま使わないけど、まあとりあえず残しておこう。まあ一体ずつは欲しいからね。待って、来ないか。おやべえ、金しか来ない。あと3回じゃん。あー、これで金のキャラクターは全部揃ったかな。揃ったけど、あ、やばいぞ。FGO よりもなんか爆死してる気持ちがすごいあるんだけど、禁煙室すらないもんな、これやばい。久しぶりのガチャでこんなにテンションが下がることにはなるのか。まあ一応ちょっとだけね。マジか。課金してあるんだけど、さすがにちょっと、え、あ、はい、ラスト1回ですね。虹来な。
マジかー。あ、そう、あ、ヘラクレス俺引いてなかったわ、危ねー。あ、じゃあまだまだ、まあまあセーフだセーフだ、ありがとう。で、まあ貯めた分の石なくなったんですが、こっち側の方でね、一応なんか星6確定のガチャがあったんで、なんとなく買ったんですが、いや本来買うべきではないんだけど、うん、まあ課金しちゃったっていう感じだね。で、まあ無料で引けるやつを先に引いていきましょう。もう金だったらもう何でも。ちょっと待って、ライダー出すぎじゃない？まあヘブンズフィールコラボだから出るのは当たり前っちゃ当たり前かもしんないけど、これ虹来てく、来ないかー。え、結局あれか、15回引いて、あー虹なしか、マジか、星6なしか。で最後はこれだね、星6確定ということで引こう。あーこれな、どうだろうな。はい、あーもう音がいい。ついギルさんか。ギルって光だったっけ。ギル光だったよね。光、あ、 7×6 の落ち込んなしの8コンボ以上のやつ。うーわー、これなんかすっげー使い道が難しそうなキャラクターだな。うーん、まあまあ、ただまあ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 、そういうもんだよね。え、結局確率ってどれぐらいだったんだろう。ちょっと、あ、排出率を見たい。排出率に関しては 2.5%。 あー割と出ないな。思ったより割と出ないね。うん、まあただ一応ね、その石6個だよね、そのアニバーサリークエストとかそこら辺のがまだ残ってるんで、まあ後々にちょっとアルトニア狙いで引いていくんですが、まあ多分出ないと思うから、まあとりあえず先にね、琴美でだけ交換しておきましょう。ということで、とりあえずまあ引いてったんですが、2、1、2の2、4、5なんで13ん15回だね、15回引いた結果、まあライダーがめちゃくちゃ出て、それ以外は星5がめっちゃ出たかな。星5は一応コンプして星6が引けずって感じですね。うん、さすがにパズドラにはもう課金しないかな。うん、さすがにこれ課金するとね、後々のなんかシュテンちゃんのピックがワンチャンありそうな気がするから、残しておこうっていう感じでいいか。ということで、今回はここで終わりにしようかなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。パズドラに関しては多分今後は動画上げるかわからないんですが、まあ暇な時に上げると思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。